クマラボランネルの主、マスタークマです。今回紹介するルアーはこれ、バグリーのスピッティントゥイッチャーになります。はい、これね、見たことない方も多いんじゃないですかね。この動画を撮るにあたってね、ネットでちょっと調べてみたんですけど、いろいろね、情報も少ないいいルアーでした。で、大きさ的にはね、これ7センチで、だいたい重さが12グラムぐらいあります。で、まあ、見てわかる通り、これペンシルなんですね。ペンシルベイトなんですけども、浮き方としては斜め45度になって浮きますかね。で、目なんですけど、これシール目と、この私が今持ってる 3DI の目、これ両方あるみたいなんですね。で、おそらく初期がシール目になってたんでしょうか。ちょっとそこら辺は私もね、わからないです。で、ルアーとしては非常にこれね、アクションがつけやすいルアーですね。素直にドッグホークしてくれますけど、こいつのね、本領はですね、まあ、スピッティンって、これはスピッティンっていうのは、英語でね、唾ですね。ちょっと汚いですけど、唾のことであって、これ飛沫を出すのに長けたルアーなんですね。ですんで、ちょっとね、今は分かりにくいですね。あ、もうちょっと待ってください。はい、正面見たら分かると思うんですけど、水の受け口をちょっと作ってありますよね、頭の下に。で、そこの部分に、ラインアイを持ってきてまして、ここでね、水をバシャバシャっとやってね、飛沫を出して誘うのがこのルアーの本領な部分なんですね。ですので、ピンポイントでしぶきを上げながらアピールして魚を誘い出すっていうのが、このバグリーのスピッティンツイッチャーの本領な部分なんです。で、これスピッティンっていう名前ね、どっかで聞いたことあるなって思われる方がいると思いますけど、これもともとヘドンがね、非常に似たようなルアーを出してるんですよ。ですんで、正直バグリーさん少し真似しちゃったかなっていう感が私は あります。ですけど、まあ、このルアー大きさがですね、ほんとこの大きさで、このずんぐりむっくりな感じで存在感があるペンシルっていうのも、なかなかね、他では見ないルアーですよね。で、先ほど言いました通り、これ使いやすいです。んで、使う分に関してはね、パクリとかそんな関係ないですよね。ですんでね、使う分に関しては動きは保証します。ですけどね、言った通り、情報が少ないってことは、それだけ物が出てないんですね。おそらくも生産中止にはなってると思いますし、廃盤になってると思いますんで、中古で探すしかないんですけど、中古市場でもこれほとんど見かけません。私もね、今回ってる1個にあった次がですね、なんか、Twitter の方でちょっと前紹介したんですけど、口の部分にね、金属の3つのね、受け口みたいなのつけて魔改造したやつがあったんですよ。それしかあってませんので、なかなかお会いする機会が少ないかもしれませんけど、もし見かけたら、多分ね、そんなにお高い値段で出てないと思いますんで、余裕があれば使ってみてはいかがでしょうか。バグリーさんのね、このちょっとしたね、工夫とかも見られますし、私としてはおすすめしたいルアーの一つではあります。ではね、今回はここまでにしたいと思います。次回何を紹介するかは次回の動画でお楽しみください。では今回はここまで。